号場は北海道茅部郡森町和座姫川にある北海道旅客鉄道函館本線の信号場。電報略号は姫。旅客営業時の駅番号は H63 であった。1976年の姫川信号場と周囲約750メートル範囲。右が函館方面。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成信号場として設置されたが国鉄時代に仮乗降場として旅客の取り扱いが行われていた国鉄分割民営化時に正規の駅に昇格したが2017年3月4日に旅客扱いを廃止し再び信号場となった東信号場の所在する地名よりこれについて大田では おじろ内川が姫川だったのかもしれないと推測している。2線を有する単線行き違い型信号場。普通列車と特急列車との行き違いで使用されている。旅客扱い末期には相対式ホームに面2線を有していたが、旅客扱い終了後に乗降設備は撤去されている。互いのホームはホーム中央の遮断機を備えた構内踏切で連絡していた。 この遮断機は列車接近時に自動音声のアナウンスが放送される。下り線ホームは土盛りで長く、上り線ホームはコンクリート製で短いホームとなっている。他に安全側線を有し、1993年時点では上り線の旭川方から電鉄機の外された側線を一本有していた。森駅管理の無人駅であったが、 友人信号場時代からの駅舎が残っていた。駅舎は線路の北側に位置し、線路よりも高台にあり接している、上り線ホームから階段を上る。古い建物だが一部改築されている。かつては逆 L 字型でホームまで張り出しており、撤去された部分も背の高い基礎部分が残存する。待合室部分の隣に、保線作業の事務室がある。駅舎内にトイレを有する。 駅の音あり、また駅舎隣の別棟に、電気施設の建屋を有す。信号場からの道を 0.5km ほど進むと、洋蜂場と鉄のアートの工房がある。姫川狩り上空場に関するカテゴリー、姫川駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。